アレクサンドロ・アルテモビチ・アダバシャンは、ソビエト連邦及び、ロシア連邦の監督、美術監督、脚本家、俳優、画家、インテリアデザイナーである。1983年と2016年に、ロシア功労芸術家を受賞。1983年は、画家、2016年は、美術家としての功績による、モスクワのアルメニア人家庭に生まれ、 ロシア文化の中で育つ。1962年モスクワ芸術産業大学に入学。1964年より3年間軍隊で務め、復学して美術コースを終了した。1970年の夏季実習で在学中に知り合った友人ニキータミハルコフ監督のショートフィルム戦争の終わりの穏やかな日に舞台美術で参加した。それ以来、 ミハルコフ作品の多くに美術監督、脚本家、俳優などの形で関わっている。1990年、フランス映画、窓、郵便局止めで、で映画監督としてもデビューし、この作品はカンヌ映画祭のフランス映画の視点賞を受賞した。1997年から1998年にはオペラを2作品監督した。 モスクワのいくつかのレストランのインテリアデザインも手がけている。コメディ俳優としても活躍し、数多くの作品に印象的な役どころで出演している。代表的な役に、シャーロック・ホームズとワトソン博士の冒険、バスカビル家の犬の執事バリモア、五つの夜にの、チモフェエフ、ミハイル・ブルガコフ原作、巨匠とマルガリータ・ノベルリオーズ、名探偵シャーロック、 ホームズの編集者などがある。1975年、愛の奴隷サイレント映画の監督役1978年、シベリアーダ、店員役1979年、五つの夜に、チモフェー F 役1981年、シャーロック・ホームズとワトソン博士の冒険、バスカビル家の犬、執事バリモア役1981年、親戚、 九ジ・サーニャ役1982年、夢うつつを飛ぶ、彫刻家役1986年、ごふよ、守り玉へ、ムッシュダルディエ役1987年、黒い瞳、療養者のスタッフ役2005年、巨匠とマルガリータ、ベルリオーズ役2007年、12人の怒れる男、12、執行官役2008年、ドモボーイ、出版社役2010年、戦火のナージャ、 2、マイナス等職員役2013年、名探偵者ロックホームズから、編集者役2013年、犬の楽園、ボリス役1990年、窓、郵便局止めで、2002年、アザゼル、ゼーゼー1979年、五つの夜に、1979年、オブローモフの生涯より、ゼーゼー、1987年、黒い瞳、 1990年、窓、郵便局止めで2013年、犬の楽園、1970年、戦争の終わりの穏やかな日、1974年、光と影のバラード、1975年、愛の奴隷、1977年、機械仕掛けのピアノのための未完成の擬曲、1979年、五つの夜に、1979年、 オブローモフの生涯より、ゼゼ、ぜい。1981年、絆。1982年、選ばれし者たち。ゼい1983年、バーリャ。愛の素顔。ゼい1987年、黒い瞳。2013年、犬の楽園。なお、バスカビル卿は、名優のニキータミハルコフが演じている。ありがとうございます。